シゲルヘンチ駅は北海道北都市、シゲルヘンチにある道南イサリビ鉄道線の駅。電報略号は持ち、駅番号は主霊六。駅名はアイヌ語の木モペチに由来する。1976年のシゲルヘンチ駅と周囲約500メートル範囲、下がエサシ方面。少しずれた相対式ホーム2面2線で、駅裏側ホーム上には、 待合室が設置されているこの写真の6年前に、すでに貨物取扱いをやめており、駅舎横の江差し側にあった貨物ホームや引っ込め線、駅裏側にあった貨物積み下ろし線の跡がすっかり緑に覆われている。また、後に無人化に合わせて、駅裏側ホームは、使用をやめ、駅舎前の短式ホームのみとなった。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1913年に、上磯駅まで開通した上磯軽便線が、1930年に、木古内駅まで伸びた時に設置された。それ以前の1918年頃には、運賃25千円で、上磯駅から乗り合い馬車が運行していた。この馬車は冬には馬ぞりになった。二面三線の地上駅で、ホーム間の移動は、 古戦橋を使う。JR 時代は、五両各駅管理の簡易委託駅で、受託者が駅舎で、午前の一部時間帯に切符を売っていた。道南にサルビ鉄道移管後も簡易委託が継続されており、営業時間は、おおむね7時30分13時までで、日曜、祝日は休業。発売区間は、上磯箱館間の各駅で、大島東別木古内間の販売は行っていない。 ありがとうございます。